ヒルボーン、ルーズベルトヒルボーン、ルイス・ルーズベルトは、オルガン製作者。ルーズベルト家の一員。アメリカ合衆国フロリダ州パナマシティで生まれた。父は、サイラス・ウィアー・ルーズベルト。祖父は、コーネリアス・ルーズベルト。アメリカ合衆国大統領、セオドア・ルーズベルトは重低。伝統的なルーズベルト家の職業、ビジネスや、政治のいずれにも関わらなかった。 代わりに音楽や機械に傾斜し、幼少時からオルガン製作者を目指した。親族は機械に関わる職業に眉を潜めたが、収入を得始めると家族は安心した。若いうちにオルガン工場に入り、芸術的な観点から欧州で貿易を学んだ。特にエレクトリックアクションオルガンに興味を示し、オルガンのための新たなエレクトリックアクションの応用研究をした。 20歳でパイプオルガンのエレクトリックアクションに関する特許をアメリカで初めて取得し、フィラデルフィア万国博覧会のためにアメリカ発のエレクトリックアクションオルガンを制作した。主に技術面に関心を向けていたが、同時に詳細も相まってニューヨーク、フィラデルフィア、ボルチモアに工場を設立した。兄弟フランクとルーズベルトパイプオルガン社を設立し、 アメリカ最大のオルガンの一部を制作した。自動スイッチフックなど電話機に関する発明で多くのロイヤルティを受け取っていたことで電気技師の間で知られ、ベル電話会社も関心を示していた。1883年2月1日にケイト・シッペンと結婚し、娘ドロシークイン・シールーズベルトがいた。ありがとうございます。